僕ガングロ好きだったんですよ。え、ガングロ、あのヤマンバみたいな。うん、ヤマンバ、はいはいはい、文化としてすごく珍しい。あ、なんか好きってそういう好きね、うん、あの基本的にはさ、ヨーロッパハリウッド文化っていうのをみんな追ってて、うん、そのまあ肌が白い方がいいよねとか、うんうん、でその白人になろうとしてたんだけど、女の子たちの中から全然違う文化が生まれて広まったのよ。で、それは大人には分からないんだけど、うんうん、その女の子たちが自分たちで楽しむためだけに作ったのよ。で、ハリウッド的な美人いいよねとか綺麗に見えるって男受けがいいっていう、うん、どちらかというとコスパの世界なんだけど、うんうんうん、自分たちが好きなことじゃなくて、そのモテるためにやってますって手段だったんだけど、本当に自分たちが好きなファッションをしますっていうので、うん、日本で出てきたのって僕が知る限りガングロやマンバなのよ。確かにね。まあ、そういう意味で、あのようやく僕の中で日本が成熟したって言えるのはガングロとヤマンバのおかげだと思ってる。他はただの真似だからね。真似と男性にこびるための手段でしかないから、自分もその男性に好かれるために変化させてるっていう、はいはい、でもあれも真似でしょ。何のシャーマン。そうなの。だからそういう意味で、ね、僕ギャル文化はね結構リスペクトなんですよ。あ、なるほど。日本って昔ちょんまげとかさ、すごい特殊な文化があったじゃん、忍者とか。そうだね。だああいうその、うん、世界が分からん特殊なことを始めるっていうのがあったんだけど、うん、やっぱ戦後に全くなかったんだよね。はあ。だから久しぶりにこう、あ、日本らしいなっていうのがヤマンバ。なるほど。その要は男性に好かれるために努力をするっていうのは自分たちがしたいことではなくて、男性の好みに合わせてるだけなんですよ。自分たちがしたいことをするっていうのがファッションなので、ココシャネルさん曰く、ココシャネルがさ、あの、はい、パンツスーツを始めたわけじゃないですか。女の人はスカートを履くべきである、はい、それは男の人がそれが好きだから、うん、でも動きやすい方がいいじゃんって言って、女の人が自由に暮らすためにパンツスーツっていうのを作ったわけじゃん、うんうん、っていう感じで、その文化って自分たちのために作り始めた時に初めてできるものな気がしているのね、うん。だからそういう意味では最近もう山んぼも絶滅しちゃったし、やっぱ不況になると出てこないのかね。